なんか命の尊さを感じるよね、こういうのは。伸びてね、つるが伸びて。最近なんか植物いじりが好きですね。やっぱり年取るとね、どうやってみんな生きていってるのかとか、そういうのが気になってくる。年取るってまあね、気になって気になってしょうがない。40ですね。おめでとうございます。もう年だよ。いや怒られますよ。まだまだですよ。まだまだなのかい。まだまだ年と思ったら終わりです。まあとはいえ、まあおじさんには変わりないんでね。まあね、頑張りましょう。まあ精進していこうかと。頑張りましょう。多分初だと思うんですけど、川根本町。川根本町、はい、コーナー初。このコーナー初。初川根本町の一発目。高畑園さん。でも高畑農園さんも100のことには入ってるんでしょ。いやそれはね、入ってなかったんですよ。入ってないの？これから岡村さんに言ってちょっと入れてもらわなきゃ。え？入れてもらわなきゃ。入ってないとこに今回来てるの？紹介してもらったんだ。はい。あ、紹介されてたどり着いた場所が結果、はい、その100のこととは、まあ、やること一緒だから。いやおい、やること一緒だから。そういうことじゃないのよ。大丈夫です。いやまあまあでも これから入ってくんじゃないっていうことですよね。そうですね。はい。今日の相方。こんにちは。こんにちは。こんにちは。今日の相方です。すごい消防団の方です。違います。違います。消防団じゃない。昔は消防団。あ、いや、あ、そうなんですか。あ、だからやっぱ消防団の名残が残ってるって。いや、これはワークマン。あ、これはワークマン。いや、これのところまで言ってくれなくていいですよ。面白い。高畑園、ね、そうです。ジジ遠征。ジエンジ遠征。あ、ジエンジ遠征。横パターン。横パターン。あ、そうですか。自分の畑で自分で成長して作ってる。なるほど。言ってくれないと。わかるでしょ。思いのほか笑ってくれなかった。いや、わかるでしょ。あ、そうですか。縦に読む人います。どっかパーティー行ってきました。パーティー。その引き出物とかの年末のみたいなダイレクトメールなんですよ。年末セール。あ、すみません。もうね、そう、700通。そう、大事700通ってるんですね。すごい、いろいろなものがありますよね。ね、そう、お茶が、まあもちろん並んではいるんですけど、ね、それと同じぐらいトロフィーも並んでる。そうそうそう、トロフィーの存在感がすごい。これ何ですか、これ。これはお茶の品評会で取った。すごい、すごい。じゃあ、由緒正しい。で、これ、あのお茶、小豆小豆って何をやってる方なんですか。消防団やってる。いや、消防団はやってないの。消防団は、ね、昔の話です。あ、そうか。で、ワークマンでも働いてて。働いてない。働いてない。ややこしいね。ややこしくない。ややこしくしてるんですよ。おお、あれはあのユズティーって言って。出た、ユズティー。ユズの、ユズと緑茶とブレンドしたんです。ブレンドしたんだ。ブレンドできるの。え、そのユズっていうのは皮が入ってるんですか。そう、皮を剥いてそれを天日で干して、はい、それをヤブキタのお茶とブレンドして、へえ、香りが、柚子の香りがするお茶。なんか紅茶みたいな感じの。あ、ね、そう、紅茶でやる人多いですけど、これ緑茶で。緑茶でやるんだ。どう、なんか違いってどんな違いになるんだろう。よりちょっと紅茶よりも渋みがあるって感じなんですか。若干渋みがあって、はい、お茶のこの旨味っていうかね、うんうんうん、それもプラスされて、なんかお茶で飲む方が美味しそうな感じがしますね。それで聞いてると。美味しい。紅茶よりもね。確かに確かに。合いそう。そう、若い女性に結構今人気で。あ、そうなの。何笑ってんの。そう、若い子の話。若い、本当ですよ。若い女性に人気あるんですよ。柚子も作ってる。そうです、柚子も作ってる。だからその柚子ってことですね。そうです。柚子は2代目ですけどね、親父から作り柚子としては2代目。そう。はぁ、ややこしい。お茶屋さんではお茶屋さんは100年以上やってるけど、やってて、ゆずは35年ぐらい前から、うん、先代が始めたって、ね、そうです、そうです。はいはい。え、なんでその35年前に先代はゆずを始められたかとかってご存知なんですか。まあ、よくわかんないですけど ね、当時よくわかんないですよね。うん、多分お茶のお茶の忙しくない時期に何か作れるんじゃないかってことで始めたと思うんですけど、うん、それでゆずなんだ。でも確かに35年前って僕が5歳ぐらいの時なんで、ゆずのお風呂とか流行ってた時期ってそんぐらいじゃないかな。流行ってたんだ。ゆず風呂みたいな流行った時期ありましたよね。わかんないですね。わかんないですよね。静岡県では一番ここの川根本町が生産量が多いんです。え、ゆず。そうなんだ。そうです、そうです。ゆずを栽培してる農家は10軒ぐらいあると思うんですけど、ね、そんなにあるんだ。そう、知らなかっただけなんですね。じゃあありますよ。ゆずってね、やっぱ今聞いたお茶とか、はい、用途的には他にどういった需要があるんですか。ジャム作ったりとかね、やっぱお茶にしたりとかね、はい、あとうどんの中にも入れますし、ね、今ね、ビール作るんですよ。ビール、あー、ビール、そこそこ
柚子でビールからね、ビールは、はい、ビールですよね、はい、ビールは、うん、あとはコーヒーとかにもね最近また入れたりするようになったりとかも。えコーヒー柚子とか柚子とコーヒーわかんないですよね柚子を入れるかな、合わないでしょ、合わないだろうコーヒーはえじゃあちょっとなんか見せてもらいます。そうですね、一緒に行きましょうね、はい、ぜひ行きましょう、見ててください、はい、おあご案内します、ね、お願いします、お願いします。さあということでゆず取りユニフォームを今つけさせていただきましたけどもこの手袋はいるんですか。あのトゲが鋭いですからね、はい、この皮でできた手袋でないと痛くて痛くて。ゆずってトゲあるんですか。トゲありますよ、鋭いのがいっぱいあります。そんなイメージなかったな。でこれね、しかもいい手袋でナイキの手袋なんですよ。ナイキの手袋で L って書いてある。あこれ L? あナイキのマークじゃない、ナイキのマークじゃない、あこうじゃない L サイズ、 L サイズなんですね。めっちゃ笑ってくれるからちょっとこれボケがいがどこにナイキがどのゆずがいいかな真似しますね。じゃあどのゆずがいいかな何やってるんですか。マネーしながらやっぱ。いやいや教えてもらうか。あそこら辺のたくさんなってるところから行きますかね。あそこら辺のたくさんなってるところから行きますかね。ねそれいらない。大丈夫大丈夫。すごい、ね、すごいここ。絵になるわこれ。わあ、ね。うん。いいね。いい。いい色ですね。そう黄色くなって。ね。ちょっとトゲをまず見せてくださいよ。トゲってどこに。あトゲね。本当だ、あるある見て。えほら、ここ分かりやすいわ。ここ分かりやすい。映ってます、ここで。うん。うん、ちょっこれ、うわー、すごっ。こんなくっきりとトゲあるんですね。そう。じゃあこれ、一つお貸しします、ね。はい、はい、はい。あ、これおばあちゃんが持ってたわ。この柚子取りますね、はい。ちょっと離れたところで切るんですよ。はい。あ、早っ。おえ、まあ、そうか、切ればいいのか、だからちょっと離れたところでね、二段切りするんですよ、はいはい、わ、ほら、トゲがあるこれ、ね、本当だ、すごい、二段切りするんです。そう、二段切りで、そしたら二段切り、あ、そういうことか、はははこの一番ヘタから、ヘタのところでもスレスレで、これで完成。ちょっと残すってことですね。なるべく下で残さない方が他の柚子に傷がついちゃうんでね。あ、なるほど、 なるべく切れるところで下の方で残す。これとか大きいよ、すごく。これこれ、これ大きい、うん、おー、いいです。2段切り、はい、ほっ、まあ、これでいいですね。そうそうそう、はい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 。わ、ほんとだ、トゲ結構いろいろついてるわ。歯はこっち向きで、あ、こう、そう、それの方が下の方まで切れる、はい、あ、そうですね。そうです、そうです、うぇーい、ほら、しかも1本ちゃんと葉っぱも残してるおー、かわいい、さっきと一緒にね、うん、もう全部一緒ですね、これOK です、ね、OK です中にはね、これ食べる人もいるんですけどね。柚子食べるのイメージないな。そう、ここの柚子は甘みがあるっていう人もいるんですよね、あー、そう、香りがすごい、いい、あー、柚子の香り、すごっ、皮に香りがある、いいね、やっぱ皮ですかね。そう、あー、ラーメンに入ってそう、あー、ラーメン、うん、あー、あります、あります、最近ちょっと食べてみますね。どうぞどうぞすっぱ生で食べるやつじゃないですね、やっぱり。そうですね、やっぱり酸っぱいんだ。これレモンより酸っぱいわ。あ、レモンより、あ、じゃあ、最後にですね、そのカメラに向かって視聴者の方々へPR がもしありましたらよろしくお願いしますはい、わかりました、高畑園ではこの収穫した柚子をですね、ホームページ、インターネットの方で販売もしておりますので、ぜひホームページの方を見てください。お願いします。はい。ちょっとでも手を動かしてくださいね。さっきからそれは怒られてばっかり。